Peggy 18. Among the truly demented things that litter the world of the evil within, one will probably stand out to many, and it's a character simply called Laura. Hard enough to describe it to you, so I decided to bring in, well, the concept artist behind it, Akumi Nakamura, and of course, game director, Shinji Mikami. Thank you so much. How did you come up with Laura? It's female with the hair and limbs that are both legs and arms. Anyway, I would love to hear what was the inspiration for this. Oh. Well, 普通の敵から復活する敵っていうコンセプトでオーダーを受けたんですけれども、その時にただオーダーはそれだけで、何かキャラクターに設定はなくて、もうここは日本人だったら誰でもちょっと怖いって思う、髪が長くて黒い髪の女性で、で背が高くて細くてっていう女性がやっぱり日本のもう昔話からずっとある古典的ホラーのところからチョイスしてデザインしたら、もう誰が見ても怖い、気持ち悪いって思えるようにしたかったなっていうのがあります。でただそれをそのまま出してしまうと、まあ、ただのお化けであってクリーチャーではない状態になるんで、そこにクリーチャーになるように、彼女の腕がたくさんあったらちょっと気持ち悪いなっていうアイデアがあったんで、生やしてみて、で彼女は四つん這いで歩くっていうのも、髪の長い人がなんかまるで蜘蛛のように四つん這いに歩くっていうのが自分の中でもう想像してて気持ち悪いと思ったんで、アニメーションも描いて生まれたキャラクターです。 What was it like when you saw Laura?For the first time. 一発 OK. ホラーゲームとかホラー映画そうなんですけど、男性のクリーチャーのキャラクターが非常に多いなと思っていて、日本のホラー映画とか女性の幽霊とかが多いんですけど、ああいうものを見て育っているんで、感情的に女の人がクリーチャーっていうのがすごくもうそれだけで気持ち悪いんですね。気持ち悪いとか怖いですね。恨みとか思いが深すぎてとか、そういうなんだろう、バックグラウンドをすごい語れる一つのなんか魅力があるんじゃないかと思って女性を採用して。You're mentioning that, you know, having the hair, the black hair covering the face, that obviously is from a traditional Japanese representation of a ghost. And I think many Americans know that from the film The Ring. I'm curious sort of why you think that's so part of the tradition and also why it is so off-putting. 多分人間とかキャラクター、ゲームのキャラクターもそうなんですけど、目が見えてることですごく安心する部分があるんですね。表情が見えるっていうのは安心するんですけど、キーパーもラウラも同じことがあって、彼らは顔が完全に見えないっていうだけで、この人のが何を考えてるとか、この人がどういう人だったのかとか、今この人と会話ができるのかっていうことすらも、その壁みたいなもので遮断されてるみたいな、そういう怖さを与えるものじゃないかなと私は思っています。And my final question is, you have Keeper, you have Sadist, you have the Haunted, but here, Laura. Why go with something such a familiar, such a common sounding name for probably, you know, this very unique and very, very scary enemy? いや、まあ設定で名前を僕は表に出すのはあんまり好きじゃなかったんですよ。名前から素性がバレてっていう、こういう素性なんだっていうことが最初から分かっちゃうとつまんないじゃないですか。怖くもないし、だから一体何なんだこのクリーチャーはって言った時に。
ゲームを進めていくと、どっかのポイントでひょっとしてそうじゃないのかなっていうのを後から思い浮かすと、そう考えると余計に怖いかなっていう。あんまりラウラって言いたくないんですけどね、本当はね。名前つけないとなんか難しいんですよね。でも彼女のそのラウラっていう名前は、私はすごくミステリアスな雰囲気があって、で彼女自身のことはあんまり語られていないんですけど、彼女のそのデザインの中にすごくそのキーワードを私は入れていて、彼女は靴を実は ほとんどの体はやけどしてもうケロイド状態なんですけど、靴だけはちゃんと履いていたりとか、そういう彼女をこうすごく怖いくて気持ち悪いキャラクターなんですけど、彼女がどうしてこうなってしまったのかっていうそのバックグラウンドのストーリーをすごくユーザーの人には伝えたいなって思います。そういう上ではラウラっていう名前は本当にぴったりだなって思いました。